こんばんばは小石邦之です今日ちょっと遅くなったんですけども毎日配信ということでですね、えー、今日はあ行政書士の平成28年分をやりましたその結果のご報告ですで現在の、ね、私の今の立ち位置なんですけれども簡単に、えー、この秋にこの行政書士と宅研と2つの資格の挑戦に挑んでますで 宅研の方はちょっと素地がありますので、えー、まあ、勉強はぼちぼちなんですけど、いかんせん、この行政書士はまだまだインプット段階で、えー、皆さんよりも多分勉強の進捗が遅れてます。ですが、まあ、一応これは予定通りですですね、進んでおると。えー、この5月中にまあ、インストールはし、えー、1回ざっと流してしたところです。でここのの5 5月中にここの過去も5年 分を絶対やるということで、まずは適用するということで、えー、やってます。えー、現在、えー、5年分中4回目ですね。で今日日曜日に、えー、平成27年分かやって、まあ、これにて終了ということで、えー、まあ一応遅ればせながら予定通りです。で、結果の方はどうやったかと言いますと、で、えー、行政書士の去もちょっと遅れたんですけど、まあ、今日5月30ということでやったことです。で 平成28年分をやりました。あ行政書士の試験というのは300点満点中です。で、180点がボーダー、180点以上でクリアという試験で、結果どうやったかというと110点、えー。全体で110点です。で、第1回、第2回、第3回と、えー、やってますんで、それは前の動画あでまたご覧いただければと思います。まあ結構こんな感じで、えー、なってますけど、 結論こ,おこの点数だったりこういう浮き沈みの今までの点数というのは、まあ、ほとんど小学者にあるような勘というかあビギナーラックもあって当たったりとかもあるのであまり参考値には,はなりませんけども、まあ、一応適用するということでやってますで簡単に、えー、分析中身どうやったかなっていうことで、えー、お伝えしますと、まあ、初めてですね行政法っていうところで何問か取れました、えー、これはですね えー、この行政書士の試験というのはあいろんなジャンル、単元がありましてその中でも行政法というのがボリュームが多い出てるボリュームがあー非常に多いということで、まあ、今ちょうどそこをです、ね、過去問と並行して、えー、2週目のちょっとインストールというかあのテキストをもう一回復習しているところなのであの見たような問題があったのもあってほとんどビギナーズ学です、まあ。裏を返せば、まあ 少しずつ覚え始めてきてるということなんですけどもまあ、たまたま取れましたよと。でこの一般もビギナーズクにありがち一般知識があ結構取れましたと。でまあ唯一ですね私民法が「宅犬」と被ってるんでまあ、多少は素地があるということでまあ、民法もやりましたってでまあぼちぼち取れました。ということでこの行政一般民法が。えー ま,まずまず取れたので110点となりましたけど全然不合格レベルです、えー、ほこれは裏を返せばまあ他は全然できなかったということで、まあ、当たり前の結果ですただしこれは全て予定通りです、えー、遅れていますけどこの5月中にこれをやりきるということで、まあ、今日5月31日ですね平成27年分やってこれにて5年分完了させて で6月からはこの足別過去問、えー、皆さんがよく言っていらっしゃるような合格革命の足別過去問というのを、まあ、もう何週何十週としたらということがあ合格へのセオリーみたいなので、これをぐるぐる回していこうと思います。えで、えー、この合格革命足別過去問、皆さんおっしゃってるようにですね、あのー、めちゃめちゃいい問題集らしいです。で行政書士ののの試験というのはこの だいたいた足が5択で、えー、今5択の中でこれかなあっていうことで、えー、やってる問題が多いんですけども一つ一つの足をですね丁寧に、えー、覚えてこれが丸なのか×なのかジャッジして覚えることが、まあ、大切だなということで、えー、この足別加工もやっていきたいと思います今日やった勉強は、まあ、行政書士これ1年分とまあ1年分と。宅建 竹の多彩トから引っ張ってきた要素をもし1回分とやりました。なかなか休日にこれだけ勉強するっていうのはなかなかハードでですね、しかつもっと勉強しないとダメなんですけども、はい、えー、今日5月31日、最終日、今日も頑張っていこう、以降ごめんなさいと思います。ははい、ではまた明日,てか今日